ゆるすまみちゃんです。今日もですね、僕ユニバに来てるんですけども、もうすぐね、夏のイベントが終わるんですよ。でね、もうすぐでまだ発表されてないですけども、次のね、秋のイベントが始まるんですよね。だから今日はですね、夏のイベント終了直前のね、 USJ のパークをね、一周してきます。じゃあ早速ね、行きましょう。エントランス付近はですね、こんな感じです。こんな感じ。今日はですね、ちょくちょくやっぱ人がちょっと多いですね。今日はこんな感じです。こんな感じ。お猿のジョージ付近ですね。はい、今のね、ドラえもんの様子ですね。ただいまドラえもんが50分ですね。僕のね、そのスーパーハイパー予想では、ね、まだね、決まってないですけども、もしね、その秋のイベントがもしあるとしたら、今ね、ドラえもんはですね、平均待ち時間が60分ぐらいですけども、だん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 、秋以降は僕空いてくると思います。こんな感じで、グラマシーパーク付近ですね。でね、やっぱみんなが気になってるのは、やっぱりね、今年のハロウィンね、イベントあるかどうかじゃないですか。で、僕の予想ではあると思うんですよね。というのもね、もうゾンビのオーディションとかもしてるらしくて、で実際にもなんかオーディションも行ったらしいんですよね。で、ここで なくなるのはどうなかなと思うんですけども、確かにその去年みたいなのストリートゾンビは確かにちょっと厳しいと思うんですけども、何かしらの対策をして僕はしそうな感じはちょっとするんですよね。ですけど、ユニバあるあるで、ユニバって直前になって情報を解禁するんですよ。だから秋のイベントも直前になって情報を解禁すると思います。ニューヨークエリアですね。現在のニューヨークエリアです。めちゃくちゃいい天気よ、ほんまに。すごないこの天気の良さ。やっぱこことかもね、やっぱフードカート閉めてますね。あとね、僕が気になってたのはね、ここなんですよ。ほら、ここのエリアですね、結構ね、囚人ゾンビとかがね、いるところなんですけども、ほら、ちょっと違和感あるでしょ。ほら、僕がね、やっぱずっと気になってるのはやっぱここなんですよ。で、これはですね、今年のクールジャパンで、ルパン三世のショーでね、ちょっと使われたとこなんですけども、ずっとね、撤去されてないんですよ。で、確かに今年のクールジャパンは、まだ次の機会にするって言ってるんで、もう一回ね、そのルパン三世のショーをするために置いてるっていうのもね、ありそうなんですけども、さすがに撤去しませんと思うんですよね。で、僕の予想では、このね、ルパン三世のショーに使ったこの舞台を、僕今年ね、ホラーナイトのゾンビで使うと思うんですよ。例えばで言ったら、ここでね、ゾンビが踊ったりとかありそうな感じはするんですよね。ちょっと不思議と思いません？ずっと撤去されないのって。はい、じゃあね、今日のラグーン付近ですね。こんな感じです。これやっぱりここのゲームコーナーのが閉まってますね。やっぱりここのピザパーラーはやっぱずっと人気ですよね。はい、じゃあ次はですね、バーバーママパークですね。はい、じゃあね、ミニオンパーク来ました。ミニオンパーク、今日はですね、こんな感じで、こんな感じ。やっぱりちょくちょくやっぱ子供がいるね。やっぱりミニオンパークはゲームコーナーとかもやっぱ全部開いてますね。はい、じゃあね、ジュラパエリアまでの道ですね。いや、めちゃくちゃいい天気やな、今日は、ほんまに。ほら、ここのショップも閉まっちゃってる。大体全アトラクション、平均待ち時間、15分ぐらいかな。はい、じゃあ、安定のね、JP エリア来ました、JP エリア。今日はですね、こんな感じですね。やっぱちょくちょくね、いる感じでしたね。はい、じゃあね、ウォーターワールド付近ですね。いや、今日マジでいい天気だな。いや、ほんまにミニバ日和よ、ほんまに。ほら、ここのゲームコーナーも、ね、中止になってますね。
確かここのゲームコーナーは失敗しても確か缶バッジがもらえたはずなんですよ。それよりマジで今日も京都でめちゃくちゃ暑いわ、めちゃくちゃやばいほらこれよく見ていてください。ほらほらドッスン動いてる。ほらはい、じゃあね、上手付近ですね、上手付近。じゃあこんな感じです。はい、じゃあね、もうね、安定の手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 のね、魔法界行ってきます。魔法界につなぐ道はですね、こんな感じです。はい、じゃあね、青空の魔法界やってきました。はい、じゃあ今日はですね、こんな感じですね、こんな感じ。例えばね、その豊島園にそのハリーポッターの施設ができるじゃないですか。で、あれね、僕もね、できるそのテーマパークとかできるかなと思ってよく調べてみたら、あれね、ハリーポッターの展示施設なんですよね。でもどんなんなのな、ハリーポッターの展示施設って。うん、またそれもね、楽しみですね。これ安定のね、ホグワーツですね、ホグワーツ。はい、じゃあこんな感じですね、こんな感じ。はい、じゃあね、ハリーポッターをね後にしてね、次はですね、安定のね、ワンダーランドです。はい、じゃあね、ワンダーランドね、やってきました。こんなんです、こんなんです。子供たちもやっぱりね、結構いますね。こんなんです。やっぱり暑い時やっぱここですよね、スヌーピースタジオですよ。ここマジで暑い日はここがめちゃくちゃ最適なんですよ、ガチで。結構やっぱスヌーピースタジオもやっぱ結構人が多いですね。はい、じゃあね、セントラルパーク付近ですね。でね、一周がね、終わります。はい、じゃあね、今日のね、ハリドリ付近ですね。今日はですね、こんな感じです。はい、じゃあね、こんな感じです、こんな感じ。はい、じゃあね、もうすぐでね、一周終わりますね。でね、今日の最高気温36度でね、今ね、まあ、ちょうどね、まあ、1時ぐらいなんで、今が一番暑い時ですよ、ガチで。はい、じゃあね、鳩ですね、鳩。はい、じゃあラストですね、エントランス付近ですね、エントランス付近。今ね、ミニオンワールドグリーティングやってますね。はい、じゃあ今日はですね、USJ のパークをね、一周しました。でもやっぱ感覚的に言ったら、まあ、全アトラクションの平均待ち時間がだいたい15分ぐらいでしたね。で、やっぱりね、皆さんがやっぱ気になると思うのはやっぱハロウィンイベントですよね。で、ハロウィンイベント自体も、やっぱ僕的にやっぱあると思うんですよね。というのももうね、ゾンビのオーディションとかもやっぱもうしてますし、ですけどやっぱ去年みたいなやっぱストリートゾンビとかじゃなくて、僕的にやっぱりね、その、距離を空けて、まあ、ゾンビがダンスをするとか、やっぱ間隔を空けてゾンビを見るとかになりそうな感じがするんですよね。うん。はい、じゃあね、これからもいろんな動画を上げると思うので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、通知ボタン回さなきゃってわけで、バーイ。熱中症には気をつけてください。